11号では左後部の走行モジュールと報酬用視察照準装置を取り付けます。これが今回付属するパーツになります。最初に砲塔前部分の上面にパネルを貼り付けます。ランナーからパネルをこじるようにして外してください。ランナーの下に書かれた番号と組み立てガイドの写真を参考にして各パネルを万能型接着剤で貼り付けていきます。接着剤を多くつけすぎてはみ出さないように注意しましょう。次に左後部の走行モジュールを取り付けます。ランナーから扉の長板のパーツを切り取り、扉の向きを注意してモジュールの裏からはめていきます。しっかり奥まで入れてください。また緩い場合は接着剤で固定してください。扉を取り付けますが、両端のピンが折れやすいので、裏表を確認して、なるべく平行になるようにしてはめていきます。硬い場合は片方ずつはめると入りやすいです。扉をはめたら位置を調整してください。扉がついたらハンドルを取り付けます。ランナーから切る場所を間違えないようにして切り離します。茶色のハンドルが8箇所、緑が3箇所になります。ハンドルを取り付けるときは、穴が裏まで貫通して見えなくなる箇所は裏側から、そうでない場合はハンドルの根元に瞬間接着剤を少量つけて取り付けると、きれいに仕上げることができます。ハンドルがすべてついたら、砲塔部分を裏返しにして完成したモジュールをネジで固定します。砲塔部分を裏返しにして作業するときに細かなパーツがついているので、下へスポンジなどを敷いて作業するといいでしょう。次に報酬用の視察照準装置を取り付けます。まず照準装置本体にブルーの樹脂板を貼り付けます。
裏表に保護シールが貼られているので、それを剥がし、糊のついている方を確認して枠の中に貼り付けます。残りのランナーからパーツを切り取り、まず扉を取り付けます。扉の裏表に気をつけて、長板部分の穴位置に合わせピンを差し込んで固定します。扉を貼り付けた前部分ができたら、後部側のパーツに接着剤を使って貼り合わせます。本体部分が完成したら、カバーの出っ張りを本体の溝に合わせてはめ込み、スライドするか確認します。あとは裏側にある穴に大きめのハンドルをつけ、カバー側面にもハンドルを取り付けてください。標準装置が完成したら、
砲台に取り付けます。突起部分を穴に合わせて取り付け、裏からネジで固定します。砲台を側面に倒して作業しますが、細かなハンドルなどパーツがついていますので、傷めないようにスポンジなどを敷いて作業してください。最後にボルトを取り付けます。パーツが小さいので紛失しないようにしましょう。位置を確認して瞬間接着剤を少量つけて取り付けてください。これで11号の完成です。